そういえば、サンデーの指名手配書の絵って、どんな感じ？私も数日前からピノコニーに滞在しておりましたが、特にサンデー様の指名手配書のようなものは見当たりませんでした。ファミリーがあまり表立って動いていないのは、ピノコニーの安定を保ち、不必要に猜疑心を煽らないようにするためなのかもしれませんね。ないの？つまんない。自分たちの指名手配書を集めるのは、なかなか新鮮な体験なのに。あ、よかったら書いてもらえるように手配してあげようか。お構いなく。サンデーさんについてだが、ピノコニーでは変な噂が流れていると聞く。サンデーさんは交通事故にあって療養中で。お前は高尚な人間だ。過去に縛られるな。吹け。その犯人は今でも捕まっていないとか。その噂ってどこから聞いたの？事故なんて起こしてないし、あれは友情と絆パワーが具現化しただけだし。ほら話を戻して。